11月26日午前の取引が終了しました。日経平均株価は大幅反落しています。今日の全引けは昨日と比べて719円65銭安、28,779円63銭となりました。トピックス東証株価指数も 38.22 ポイント安、 JPX 日経400 339.10 ポイント安と揃って大幅安です。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 7%、 161銘柄にとどまりました。これに対して値下がりが約 91%、 1976銘柄とほぼ全面安、変わらずが 2% 弱ありました。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って大幅安、新興市場も含めて、軒並み大幅に売られている今日の試合であります。希望的には目立った方よりは見られておりません。商いは通常のボリュームではありますが、昨日がニューヨーク市場が祝日でお休みだったということを考えますと、その翌日としては多めという見方もできます。今日の全引け段階での売買高6億飛び700万株余り、売買代金が1兆3740億円、1兆3000億円台半ばということですから、1日として2兆7000億円レベル、通常であれば特に多くもなく少なくもなくというレベルでありますけれども、昨日のニューヨーク市場がお休みの翌日ということを考えますと多いというふうにも見えます。今日は朝方から全体に売り注文先行しました。ただ朝方は比較的小幅な下げにとどまっておりましたが、時間の経過とともに徐々に下げ幅を拡大、結局全引けにかけて700円を超す下げとなりまして、結局今日の安値圏で近い水準で取引を終えたという今日前場の動きであります。南アフリカにおきまして感染力が強いとされます新型のコロナウイルスの変異株が確認されたということが嫌気される形でリスクオフムードが強まりました。ニューヨーク市場がお休みだったということなどもありまして、流動性の高い東京市場でリスク回避の動きが強まり、換金売りが広がったという見方もできます。世界景気の影響を受けやすい景気敏感株中心に幅広く売り注文に押される展開となり、これに買い向かう投資家が少なかったということで下げ幅を広げる展開となりました。日経平均株価は節目の2万9000円を割り込んで、結局2万8700円台での全引けとなっております。景気敏感株中心に幅広く売られている試合でありますけれども、その中で売られた銘柄としては代表格空運株があります。例えば国内最大手の ANA ホールディングス9202、先日は CB 発行、大型の CB 発行が警戒されて昨日下げたという JNA でありますが、今日も大幅に続落となっております。新型コロナの変異株確認という報道を受けまして、このところ持ち直しつつあった航空需要が再び冷や水を浴びるのではないかといった警戒感から売り注文に押されました。他にも旅行関連株などが下げが目立つ展開となっています。逆に逆行高となった銘柄といたしましては、住友大阪セメント5232が商いを伴って上昇しております。昨日の取引終了後に発行済み株式総数の 9% を超える大規模な自社株買いを発表したということが手がかり材料視され、逆行高となっています。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。